あなたは本当にその人のことを知っていますか？几帳面で健康に気を使う会社員、酒好きの自称イラストレーター、恋愛依存の無職の女、そして先輩の彼女に恋する大学生。誰だお前。誰よあんた。ある日突然やってきた謎の少年。俺さ、てっきり凌介の後輩かなんかだと思ったから。私も思ってた。だから知らないって。見たこともないよ。昨夜未明、東京都世田谷区のこの公園で帰宅途中の女性が突然殴られ重傷です。これ見て、これほら、最初に事件があってからそろそろ2週間。サトルがうちで暮らし始めたのがちょうどその頃。お前さ、サトル疑ってんの？ここってインターネットで言えばチャットや掲示板みたいなもんだから、嫌なら出ていくしかないし、痛ければ笑ってればいいみたいな。じゃあ恨みだけの付き合いなんだ。こっからサトルを追い出して。今すぐ追い出して。共感するあなたに闇が訪れる。パレード。